クレンコーの虐殺、クレンコーの虐殺、クレンコーの虐殺、ザ・マスカー・オブ・グレンコーは1692年、イングランド政府内強硬派及び、スコットランド内の親衛勢力の手によって、クレンコー村、スコットランドで起きた虐殺事件である。規模は、歴史上の虐殺事件に比して小さいものであったが、罪なき村民が、配信行為によって殺された手法と経緯に、 国内外から批判が集まった。これによって、名誉革命体制は打撃を受け、イングランドスコットランド関係が険悪になる原因を作った。グレンコーは、スコットランドハイランド南西部の谷である。17世紀末のブリテン島において、北端のハイランド地方の人々は、ロンドンウェストミンスタの支配力が及ばない、加害の民であった。地理的に遠いばかりでなく、交通の便も劣悪で、 しかも、言語、民族も異なっていた。1688年の革命によって王位についた、ウィリアム三世は、ウィリアム・イト戦争を皮切りにフランスと交戦隊に入っており、北方の地を従わせることは、対フランス戦略においても、また屈強をもって知られる、ハイランド人を味方に引き入れるためにも、必要と考えられていた。一方革命によって王の座を奪われ、 フランスに亡命したジェームズは革命の原因でもある自身のカトリック信仰によってアイルランドやフランスで支持されていた。特にルイ14世とは親密な関係でルイ14世はたびたびジェームズのためにあるいは戦略上の理由からウィリアム3世のイングランドと放火を交えていた。ハイランド氏族は口述するように海のものとも山のものとも知れないウィリアムよりも ジェームズにおおむね同情的だった。ダンディー主尺など、ジャコバイト、名誉革命への反革命派級戦法は、ウィリアマイト戦争、アイルランドに抗うする形で、革命に対して、直ちに武装放棄で応えた。イングランドは、アイルランド・スコットランドを同時に相手することになり、結果キリクランキーの戦いでの敗北という結果を招いた。しかし、この戦いで、 スコットランドジャコバイトの核であったダンディ死者区が戦死し、続くダンケルドの戦いでは、イングランド側が勝利を収めた。スコットランドは元より上から下までジャコバイト一式というわけではなかったが、二つの戦いによって、とにもかくにも名誉革命体制に従う風潮が主流となった。戦いに勝利したと言っても、直ちにスコットランドの安定までは意味しなかった。 ハイランドを中心に各地でジャコバイトがくすぶっていた。南の敵国フランスと対峙する上で北方ハイランドの不安は厄介な問題の一つであった。このような事情から政府はハイランドに対して何らかの方法によって実力を見せつける機会が必要だと考えていた。名誉革命期のブリテン島北端ハイランドにおいて二つの 理由から革命に反対する主張が主流であった。一つは親近感の問題で、ハイランドから見れば遥か彼方のネーデルラント総督くも、スコットランド王家の流れを組むジェームズが王として望ましかった。今一つは、タニストリーをはじめとするスコットランドの法と伝統である。イングランドと違って、法的にウィリアムの王位継承を正当づける根拠が薄かった。 進化が王を追放できるのは、スコットランドの法によれば、民意に背いて、イングランドに屈服したとだけであった。とは言ってもハイランド人は、戦闘に敗れたばかりで、差し当たりウィリアムに従った方が無難だという声もあり、内部で揺れていた。ウィリアム指示を鮮明に打ち出したキャンベル氏族は、ハイランド氏族社会の中では、例外的な存在であった。したがって、国王、 ウィリアムやイングランド政府はキャンベル氏族を介してハイランドの情報を得たり、また懐獣させようとしたりもした。1641年、新京都革命の直前にアイルランドで虐殺事件が起こり、プロテスタント住民が犠牲になった。これは後になって古代宣伝だったことが明らかになったが、当時はこれによるカトリックへの恐怖と敵対心が根強く、 野蛮で残忍なカトリックに対しては何をしても良い、という風潮があった。ハイランドはカトリックが多いと考えられており、そのことがイングランドの敵外心を煽った。1691年8月27日、ウィリアムはハイランドの氏族長たちに、明る1月1日までに、ウィリアムに従うと制約するようしないならば、地の制裁があるであろうという脅迫付きで求め、 氏族たちはどう処すべきか迷い、フランスに亡命中のジェームズ二世に伺いを立てた。ジェームズもいかに反応するか悩み、時間だけが過ぎていった。12月も中盤になって、ジェームズから、とりあえず署名しておくようにとの意思が届いた。氏族長たちは、冬の雪の中、急いで署名の場に向かった。氏族長たちは続々と署名に集まったが、中には、 期限間近になって到着する氏族もあった。しかし、イングランドの方が一枚上手で、土壇場になって、署名の場を変更し、しかも赤書を設けて、足止めを図った。結果的に、クレンコーのマクドナルドが1月2日になって到着し、治安判事の不在によって、署名は1月5日にずれ込んだ。これを名目として、ステアハクジョンダルリンプルをはじめとする政府内の革命指強硬派は、 実力行使の矛先に、クレンコーのマクドナルドを選んだ。マクドナルド氏族が選ばれた今一つの理由は、イングランドと、氏族社会の中立ちをしていたキャンベル氏族の長年の宿敵だったことであった。マクドナルドは、キャンベルと同じく、ハイランドで最有力氏族の一つで、また双方とも、ハイランド西岸が主な勢力圏であった。両氏族は近隣氏族が、 しばしばそうであったように不仲で牛泥棒などの小競り合いが絶えず、しばしば死者を出す事件が起きていた。キャンベル氏族長のブレダルベーン白ジョンキャンベルは、マクドナルドが遅れたのを見逃さず、これを粛清するようステアハクらに進言した。政府は遅れた署名を向こうとし、制裁の手続きが進められた。命令に署名したのは、ステアハク、スコットランド担当国務大臣、司法長官。 キャンベル氏族長ブレダルベーン博、そしてウィリアム三世であった。1月、キャンベル氏族出身の士官ロバート・キャンベルは命令を受け、手勢120名を従えて、マクドナルド氏族を訪ねるよう命じられた。当初は調査という名目であった。1月末頃、彼は部下たちと共に、クレンコのマクドナルド氏族の村に到着し、2週間ほど滞在した。 ハイランド氏族の間には客人には宿と食事を与えるべしという監修が古くからあり、マクドナルドはこの監修にのっとり、キャンベルと部下たちを客人としてもてなした。ロバート・キャンベルがこの任務の性質や目的を正確に理解していたかどうか、まだ明らかでない。2月12日ロバートは直属の上司による命令書を受け取った。命令書の写しによると、それは、 以下の文面であった。ロバート・キャンベルは、命令を受け取った後、犠牲者、候補とトランプに供じ、翌日の晩餐の誘いを受けて、床に着いた。2月13日早朝、皆が起きる前に命令が部下たちに公表され、実行に移った。家々に火をかけ、族長以下38名を歯にかけ、子供を含む40人が焼死した。しかし村の人口は400人以上で。 相当数が脱走したと考えられている。命令の無謀さに兵士たちが躊躇したのではないかとも指摘され、また不服従の証として、剣を自ら追った兵士もいた言われるが、いずれにせよ、命令書の言うような殲滅は達成されなかった。脱走した者の,の中からも投資者、合社者が出たが、生き残った者から、事件の顛末が口捨てに広まることとなった。事件の情報が広まると、 国内、国外から批判の声が上がり、名誉革命直後の不名誉な事件となってしまった。ウィリアム率いる名誉革命体制イングランドの威信は、傷つき、これ以上強硬策に出ることができなかった。スコットランドを懐従する一方、事件の黒幕は、キャンベル氏族に引き受けさせて、不満をそらす必要があった。事件は、結果的にジャコバイトに、格好の攻撃材料を提供してしまったが、 その一方で、氏族間の溝もまた深くなり、一致団結して、イングランドと相対することも非現実的となった。事件は政権にとって一大スキャンダルとなった。特に問題となったのは、配信行為であった。すなわち、マクドナルド氏族は、敵同士でありながらも、監修に従って、ロバート・ギャンベルらを客として食うし、2週間にわたって、宿と食事を提供した。 虐殺事件はその恩をあだで返した形となったのである。まず、フランスで批判が起こり、ウィリアムと政府を激しく非難した。これがイングランド・スコットランドに飛び火し、スコットランドからはもちろん知らされていなかった大部分のイングランド議員や支配層からも批判が巻き起こった。政府は調査を始め、ステア・ハクがこの事件で主導的役割を果たしたことを突き止めた。 ステアハクは、審問を受け、1695年間食を終われた。スコットランド側の不満はこれだけでは収まらず、ウィリアムは、アフリカインド諸国会社の設立申請を許可せざるを得なかった。犠牲になった、マクドナルドの運命に、ハイランド人たちは恐怖する一方で、ウィリアムとイングランドへの反感を強め、ジャコバイトが再び正当性を主張できる根拠を提供する決となった。 以後半世紀にわたって、スコットランドでは、ジャコバイトの放棄がたびたび起こった。ハイランド人を味方に引き入れるという当初の目論みは、短期的には成功と言えなくもなかったが、長期的には裏目に出てしまった。事件が有名になると、キャンベルと司法長官ステア博及びイングランド王室の間で、責任の押し付け合いが始まった。イングランド政府は当初キャンベルの主導だったとした。 その上で、ステアハクはすぐに公職に戻されたが、命令書が発見されて、風向きが変わった。さらに虐殺を指揮した、ジョン・ギャンベルの子孫が、事件の詳細を執筆、出版し、その中で、ステアハクとウィリアムが黒幕であると指弾した。かくして、議論は泥沼化したが、論争を続けても双方が傷つくだけであった。ヨーロッパ列強との戦争が続くうちに、 次第に虐殺事件は忘れられていった。キャンベル氏族は、もともとスコットランド氏族内で、イングランドよりと評判が良くなかったが、虐殺に加担したことを機に、氏族社会でさらなる孤立を深めていった。20世紀後半に至るまで、グレンコーやマクドナルド氏族系のパブなどの多くで、ノーホーカーズはキャンベルズ、行商とキャンベルお断りの札が掲げられ、 キャンベルの子孫はひっそりとウイスキーを飲まなければならなかった。虐殺を生きながらえた者たちは、その後、王の許しを得て、グレンコウに戻って村を復活させた。現在、グレンコウ村では事件の歌が残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。